はい、ヒルビル補足 M キャストのマコネです。今日は26日の今は朝4時10分です。そう、ちょっとね、ちょっとあーって思うようなことがあって、気分転換に今日お休みなんだけどね、気分転換に声を出そうと、そう、いつも声を出してる林に向かって歩いてるんですが、そう、まあ、昨日ほどじゃないにしても今日も寒くて、ちょっと暖かい格好してきたんだけど、やっぱ手がちゃっこくて、手がちゃっこいので、まあ、林の中はもうちょっと寒い、そう、ちょっと暖かそうなところを探してるんだけど、まあね、そう、まあ、深夜に土手の下で歌ってて、でもまあ周りがなんかざわざわってしてる気配を感じて帰ったことがあるから、まあできればね、まあ別に人が見てようが、人がいようが歌うときは歌うんだけど、そう、まあ人様の迷惑にかかるような、人様が嫌がるようなことはしたくないと思って、人様がいない、声は聞こえても、まあ、住んでる人、まあね、いつも歌ってる土手の下から、一番近くの民家らしい人が住んでそうな、建物まで大体そうだな、約200メーターぐらいあるかな。土手に遮られても声は聞こえないだろうと思ってるんだけど、でも普通に歩いても、鳥の声とかガンガン聞こえるからさ、まあ、そうすると、まあ、どうなんだろうね。まあ、私のでっかい歌声だったら聞こえちゃうかもしれないなと思って、まあ、いつも林の中に隠れて歌ってます。そう、まあ、林の中に隠れて歌ったって、まあ、多分ね、聞こえると思うんだよね、歩いてる人には。そう。まあでも、それでも、木がある分まだマシかななんて思ってるんですが、そう、ちょうどね、もうちょっとで朝焼けの太陽が上がるっていう時間帯なんですね。で、太陽をまあ見てみたいな感じなんだけど、まあ何むしゃくしゃしてるかっていうと、まあね、昨日の M キャス、まあ、前回配信の M キャスで、実かな、前々回配信の M キャスで、まあ、ちょっと16時間断食じゃなくて、ダイエットのプロフェッショナルインストラクターを、目指すために、もう一回、プロフェッショナルアドバイザーを目指すために、まあ、もう一ヶ月ちょっと頑張って勉強するわ、なんて話をしたと思うの。あ、その時に、ちらっと、顔を出した。まあ、友達、知り合いは知り合いなんだけどね。そう。まあ、顔も、名前もわかるけど、その人がどういう人だったか、どこで何してる人かっていうのが思い出せないの。そう。私ね、いろんな人もさ、あそこにいると声かけられるんだけど、顔はわかるよ。顔はわかるよ。名前聞けば、ああ、そう、わかるよ。でもその人が何か覚えてないんだよね。そう、本当申し訳ないんだけど。でもね、まあそういった中で、ちょっとね、何なのこの子みたいな、ちょっとね、本当思うところがあって、今日はちょっとお話したいな、なんていう気持ちだったの。まあ今日はちょっとね、午前中に、ちょっと、警察署に用があって、行って出かけてくる予定だったんだけど、そう、まあ帰って、準備して、の前に、まあ、朝のね、散歩だよ。朝の散歩ということで、まあ、歩きながら喋ってます。そう。まあ、何があったかっていうと、まあ、何年かぶりというか久しぶりに会ったんだけど、そう、私がね、まあ、収録始めた時に、あれ？まこちゃん？なんて感じで、そう、わあ、久しぶり！ん？って言ったら、まあ、マスクしてたかわかんなくて、マスク外して、そう、誰々だよって言うと、ああ、どうも、みたいな。まあ、顔と名前を聞き覚えある。わかる。でも何やってる人だったか、どういう係だったかっていうのは、まあ、あんまり覚えてない。まあ、それで、あ、どうも、なんか言った時にさ、あれ、そう、一時すごい女っぽくなったと思ったのに、なんか男っぽくなっちゃったね、なんか言われて、そう、それ、ひどいよね。
ひどいよねっていうか、私はね、まあそう言われるのが本当にね、嫌だとか言うか悔しいっていうか、そう、まあ男性に言われても女性に言われても、本当腹立つ。そう。何この人っていうのが、まあ、正直なところで、うん。まあさ、それはね、その人の主観だからさ、別に思うのは自由だよ。そう。あれ、まあ、こうなんか久しぶりに会ったらさ、なんか男っぽくなっててさ、なんてさ、別に思ってくれてもいいよ、全然。うん。そう。だって私なんかさ、その日で全然印象違うもん。そう、バッチリメイクしてる日もあれば、バッチリメイクして、あと可愛らしい服着てる。私はね、可愛い服好きだからね。綺麗なお姉さんも、いいけど、綺麗なお姉さんも、かっこいいお姉さんも、憧れるし、好きだけども、そう、可愛い服の方が好きなの。そう、私が持ってる服は割合と、なんか、可愛いを意識しちゃってるっていうのは、まあ、正直なところなのよ。そう、まあ、それで、まあ、バッチリメイクして可愛い服着てたりとか、まあ、ちょっとおしゃれをしてる時もあれば、おしゃれな服を着てるけども、まあ、おしゃれというか、まあまあまあ、そこら辺にいるお姉さんとそんな変わらないような服を着てる時もあるけど、まあ、すっぴんって時もあるし、そう、もう全くすっぴんで、ほんと部屋から出てきましたみたいな、ダラダラって言った部屋着の時もあれば、そう、まあ、仕事帰りとか、まあ、そんな、ちょっと、仕事帰りはほんとなんか、おっさんっていうわけじゃないけど、そこら辺のおばちゃんみたいな、服の着てる時もあるし、そう、まあ、そんなのはさ、別にね、私は職業で女やってるわけじゃないからさ、私は私だから、別にその時その時、自分の楽なスタイル、やり方、スタイルで生活してるわけじゃん。そう。で、まあ、そういう、それだから別に、私自身は、周りに忖度して、服を着てるわけでもないし、忖度してメイクしてるわけでもないからさ、私が私の都合で、私がやりたいようにやってるだけなわけよ。そう。だけどさ、なんだろう。うん、だから、別にさ、本来はね、そんな言われても全然平気なんだけども、なんかね、久しぶりに会った人にそういう、前はこうだった、今はこうだなんて感じで言われると、そう、前はさ、痩せてたのに、なんか会ったらすごい、久しぶりに会ったらすっごい太ったねって言われてるのよりも深い。うん。そう。だってさ、太った痩せた、お前はいつと比べてるんだよって。そう。そう。そう。過去なんかどうでもよくて、今はどうなの？今痩せてれば、今は今でいいし、そんな、そもそもさ、人の体型とかさ、そう、体型とかファッションをさ、いちいちね、わざわざ口に出して、本人の前で言うかみたいな感じでさ、ほんとなんかさ、なんか、カチーンと来てさ、そう、うん。そう。いや、思ってもいいよ。思ってもいいし、まあ、本人、私がいないところでね、誰かにさ、まあ、ことになったけどさ、なんかすげえ男っぽくなっててさ、なんか、みたいな感じで言われてるのは、まあ、それは、まあ、知らないところだから、まあ、いいよ。まあ、私、本人の前でさ、それ言ったら、私はそれなりにさ、傷つくしさ、そう、何この人なんて思っても、まあ、正直ね、彼女には二度と会いたくないって、ほんと心の中で昨日ね、思ったよ。そう。まあ、それくらいね、なんかもう、もや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 して、そう、なんだろうな。そう。まあね、YouTube の場合はさ、まあ、すぐ数字に出るからわかるよ。そう。そう、ショートムービーなんて、ほんと血がタラッとして、ほんともう、ネタがなくて、とりあえず撮りました、みたいな動画と、なんか、ちょっと考えて作った動画っては、全然もう視聴数、違うもん。うん。そう。で、まあ、私が、メイクして、ちょっと小切れな格好して、撮った、サムネが、ちょっとね、入ってるような写真だけでも、全然、アクセス数違うもん。そう。そんなのね、インスタでもそう。インスタでもそうだし、Facebook でも、まあ、SNS なんか、所詮、まあ、ビジュアルで、判断されるもんだから、別にそれはまあ、まあ、そんなもんだっていう、まあ、もんだし、そこにはまあ、諦めてもいるというか、まあ、そこにフューチャーしすぎると、もう、ライバルなんか5万と言いすぎて、勝負にならないわけだから、
そう、まあそこにもうフューチャーしなくなった。うん。フューチャーじゃないや。そこに注目しなくなったけど、でもさ、なんか日常生活の中でばったり久しぶりに会った人にさ、そう、そんなこと言われるとね、ほんと腹立たしくてさ、そう、うん。じゃあ、お前は何？私思ったよ。その時思ったの、正直ね。久しぶり、こんな、いたいた。でもこんなに老けてたっけって正直思ったもん。老けたなぁ、この人、とか思ったけど、思ったって言わないよ、そんなの。うん。だってさ、まあね、みんな多分ね、その人の過去のイメージと、久しぶりに会った時はさ、過去のイメージと比べて、まあ変わってなければ全然変わんないね、なんて話もするじゃん。そう、太ったね、なんて話もする時も、まあそれはあるよ。あるけどさ、なんかね、ほんと、なんだろう。あ、ほんとさ、まあ、ばっさりね、そこで差別されてる感をすごく感じるわけ。まあ、最近さ、LGBT の話とかしたから、まあ、差別って言葉を使っちゃったけど、まあ、差別って言葉が、まあ、正しいとは思ってないよ。と、今の内容に対して、まあ、彼女が私を差別してそう言ったわけじゃなくて、まあ、単純に思ったことを言った、口にしちゃってるだけで、なんだけど、なんだろうな、私はさ、ね、人間としても女性としてもすごくさ、いや、この人素敵だなとか思う人っていっぱいいる。うん。で、特に、例えばさ、特にっていうか、昨日お会いした？昨日、うん。これ収録して配信してるのかどうか。そうだね、昨日の、Mキャストで配信した、イラストライターの、笹川香里さん。うん。お話聞いてみると、まあ私とそんな年齢変わらなかった。パッとね、見たときは、いのこちゃんだと思って、まあね、しいのこちゃんね、いのこちゃんに、まあすごい勢いで来られると、ちょっとビビっちゃうから、そう、ちょっとね、いのこちゃん、この子いのこちゃんだと思って、ビビって、まあちょっと、さっと挨拶、こんにちはって言って、まあ第一印象でね、いや、すげえ可愛い子や、可愛い名前ですね、いい、とっても素敵な絵ですね、みたいな話をして、まあさっとさ、逃げちゃったのよ。まあその話はね、彼女に直接話したんだけど、まあいのこちょっと苦手でさ、そう、うん。で、まあ逃げちゃったんだけど、そう、まあ後からね、もうちょっとね、ちょっと A の印象が残ってて、まあ久しぶりね、まあずっと外に出てなかったから、まあものづくりする人、絵を描く人もね、ものづくりする人も、あんまりさ、身近じゃないじゃん。SNS ではさ、まあ、いろんな人見るけど、身近じゃないから、まあ、ちょっと興味持って、お会いしに行ったさ。そう。そしたらさ、なんかさ、うん。結構ね、内面的なことを、ポロポロさ、おしゃべりする方で、そう、そんなこと初対面の、ほとんど初対面の私に喋ってくれるのみたいな、ね、ほんとフレンドリーな方でさ、でも彼女は、普段はね、結構、ほんと、一人ぼっちが好きみたいな、ちょっとね、こんなにテンション高くないのよ、みたいな感じで、お話したんだけど、まあね、そういう楽さはあるよね。だって私だってそうだもん。そう。なんとなくね、この人ね、私に似てるなぁ、なんて思いながら、まあ、もう本人が聞いてるかもしれないけど、まあ本人が聞いてたらちょっとごめんなさいね、勝手に。なんか私はね、私に似てるなぁって感じで、まあすごく親近感を感じながら、まあいろんなお話ができたの。うん。そう。もうね、そういう香里さんみたいな、そう素敵な、女性を見てると、そう、女性を見てると、喋ってると、本当もう心がハッピーになっていくって感じなんだけど、そう、なんかね、もう、よく会話の中に、私は女だからさ、とかいうような話を出てくる人。で、もうやったらさ、自分が女だっていうことを、まあ言葉に従う人。そう、を、私はね、職業女子だって言ってる。職業女子ってね。そう、もう仕事で女やってる。まあ、おかま、ニューハーフの世界の子たちも、まあ、職業女子の子がいっぱいいるけどさ、まあ、それとは違う意味ね。うん。女で居続けないといけないって思ってる人。
そう、自分は女なんですって、私女だから、女だからっていうことを、もう一生懸命自分の中に、言い聞かせてなければ、安心できない人たちを、まあ、職業女子って、まあ、言ってるんだけど、こういったら、一生懸命女を演じてるんだなっていうふうに、思ってるの。うん。で、まあ、どういうことかというとさ、まあ、なんだろう。本当に魅力的な女性、さ、女性として魅力的な人、それはね、顔じゃないし、スタイルでもないし、なんて言うんだろう。まあ、生き方っていうか、もう、そこにある、その空気感がま、素敵な、女性っているわけよ。そう、その周りの空気感が素敵な女性っているわけ。そう。まあ、それがまさに昨日お会いした香里さんなんかそういう感じの人だったんだけど、そう。いや、このさ、なんか、まあ、男分女もそうだけど、男以上にさ、女の子の内面って複雑じゃん。ぶっちゃけさ、そう。うん、複雑だし、外に出さない。そう。それはね、出す出さないの問題じゃなく、まあ、そういう生き物だからさ。そういう生き物なのよ。そう。女って。うん。そう。で、そう、男の出し方と女の出し方はまた違うからさ、なんとも言えないけど、まあ、そこも含めて、あ、この子素敵な女性だなっていう人ってさ、職業女性っていう人いないよ。ぶっちゃけ。うん。で、職業女性は、もうほんとね、なんだろう、もしかしたらね、いやー、どうかなー。そのね、ほんと、なんて言うんだろう。本当に、なんだろうな。そう。もう本当ね、もう一生懸命、ファッションも、なんかね、ファッションもそうだし、身につけてるものとか、仕草とかも、なんかね、なんて言うんだろう、なんか、センスを感じない。センスを感じないったらなんだけど、なんか、なんだろうな、そう、あ、私と比べればいいんだ。そう、ほとんど普段の私と変わらない。そう、本当、うん、そういう意味ではね、私もね、職業女子なんだろうなって思うときあるよ。うん、私自身が職業女子なんだろうなっていうふうに、まあ正直思うよ。うん。そう。だって、私も自分が、女だって言い聞かせてしまってないと、ああ、違うんだ、なんて、やっぱ違うんだなって思っちゃうこともやっぱ多々あるしさ。そうそう。だから、まあ、本当普段ダラダラっとしてるさ、私なんか、ほら、ショートムービー見てる人なんかね、いっぱい見てると思うけど、まあ、ああいう私と、変わらない。そう。ああいう私と変わらないのに、私は女だ、女だって。お前は女だとわかるよ。それは私と違ってついて、ね、胸はついてるしさ。そう、もう声はね、女の子の声だしさ。そう、全然違うのわかるけど、そう、だからさ、だからって何みたいな感じで、そう、そこでわざわざ女だっていうふうに、ね、一生懸命主張し続けるのが、ほんとね、うざくて。そういうような人に、なんかさ、前会った時は、もっとね、一時期女の子っぽかったのにさ、男っぽくなったねって言われると、ほんとね、もう腹渡が逃げ繰り返るぐらい腹立つのよ。そう。まあ、そんな感じでね。もう、昨日からもやもやして。そう。そのね、その子にそんなことがあった後に、香里さんに会ったから、また救われた感じなんだけど、ちょっとね、香里さん忙しそうで、まあ、もっとお話したかったけど、ちょっとまあ、ねえ、すごい気遣う方なので、まあ、友達にも気遣い、待ってる私にも気遣いじゃ、まあ、申し訳ないと思って、まあね、昨日はさっと、失礼してますって帰ってきたんだけど、いやー、
そう。あと、カオルさんに会って、ちょっとなんか、気持ちが良くなって帰ってこれたんだけど、帰ってくる途中に、そのね、そう、彼女のさ、久しぶりに会ったらなんか、また男っぽくなったねって言われたのが、ほんと悔しくて、もうそっからもや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 して、まあ一晩経ったと。まあそういった時はね、また声を出して、発散して、まあ発声練習をして発散してと思ってて、まあいつも歌ってる土手に来たんだけど、まあ壊れた靴、ショートムービー見ている方とかは、まあ、見てるかな、3日ぐらい前に、あと壊れた靴の話をしてたんだけど、うん。先週の、かな、壊れた話をしたんだけど、これね、新品交換してくれることになったんなって、まあ、ヤマトの人が取り来てくれるって話なんだけど、まあ、それならば、まあ、はっきり、まあね、人が見てないところ、まあ、私ね、人が見てないところだったら、まあ、さほど気にしないからさ、まあ、深夜とか、まあ、とりあえず履くだけ履いてみよう、みたいな感じで、履いてよ、みたいな感じで、まあ、履いています。うん。そう。まあ、そんな感じで、朝日を見たら、いつもとこの場所移動して、ちょっと、歌おうかなと思ってるんだけど、あれ？よろっと朝日出ても全然おかしくない時間なんだけど、出てこないね。あれで、そう。まあ、このまま待ってても、まあ、寒いばっかしなので、いつものところに移動して、発声練習していこうと思うんですが、そう。いやー、もうね、もう本当に、そう、もう心の発散をしてる。今、今日、ここで、このスピーカーに向かって、そう。で、まあ、それこそさ、今日、まあ、さっき言った通り、ちょっとね、路上でイベントする、イベントライブするのに、まあ、どっかしら許可取らなきゃいけないと思うのよ。うん。まあ、半径の問題はまだ調べてないんだけど、まあ、とりあえず場所の許可取るには、まあ、警察、まあ、とりあえず警察行ってまず聞いてみようかなと思ってて、まあ、警察に行ってみるんだけど、そう。じゃあさ、じゃあ私はまあ、外出るときに、じゃあ、今日からバッチリメイクして、そう、出ようかって、いうふうに、まあ、決めるのも決められるけどさ、そう、まあ、それこそさ、私の中では、私の中では職業女子なのね。発想が。そう、それはちょっと、嫌なの。そう。私は私だから、まあ、私らしく、生きてる分には別に、メイクしようがメイクしないだろうが、私の中では全然関係なくて。そう。うん。メイクする以上にスキンケアに時間、それなりに時間もお金もかけてるさ。そんな言うほどかけてないけど、かけてないけど、そう。多分、その言った子、ほんとさ、私より若いはずなのに、そう、ほんと、そんなに老けちゃったの？みたいな感じだったから、そう、まあまあ、まあ、あえて言ってるけど、まあ、その子に比べれば、多分、時間も金も、メイクはしてないけど、毎日メイクしてるわけじゃないけど、時間も金も多分かけてると思うよ、なんていうふうに、本当心の中で思ってて、悔しいからね。そう、まあ、それだけに、まあ、今日は歌いながら、もう私は私でいいんだってことをしっかり自分の心の中に刻み込まなきゃいけないと思って、そう、いるのよ。そう、空はね、なんか宇宙船みたいなのがいっぱい浮いてるしさ、なんだろう、いっぱい浮いてないか。そう、三つぐらい浮いてるしさ。そう、うん。な、声を発声して、出して、自分の心を、シュッと、シュッと、ちょっと余計なものを全部、声と一緒に捨ててしまうっていうのを、今日はしないと、そういえば、そんなことさ、この間やってたね。そう、勝手に失恋気分で、落ち込んでた時に、まあ、とりあえず歌って忘れちゃえ、みたいな感じで、まあ、全力で声出して、まあ、忘れたね。そう、そういえば、それもさ、収録してて配信したんだよね。しかも1時間ぐらい配信してたっけ。今日もね、そんな感じになるかもしれませんが、まあ、歌い始めたら、もう、
内容らしい内容はないので、そこで止めてもらっても結構です。そう。まあ単純に、BGM、いや、雑音だとは言わない、雑音じゃないからね、BGM だと思って聞いてくれてる方は、まあぜひね、最後まで、お付き合いください。今日も、心の発散なので、まあ声が、ちょっと、もう無理だろうっていうところまで歌っちゃおうと思うんですが、まあ今日はね、お仕事休みなのでお時間もあるし、そう、まだ4時35分だしね、そう、うん、まあ歌うだけ歌って、お家に帰ろうと思ってるんですが、さあ、今日は、何から歌おうか。いや、歌いやすいのから歌おう。そんなわけで、ですね、まあ、イヤホンも持ってきてはいるんだけど、もうね、最近イヤホンめんどくさい。で、イヤホンつけて歌うと、元のさ、やっぱり音程に引きずられちゃうから、うん。ちょっとこれから歌おうかな。そう。夢旅人っていう、まあ、アニソンなんだけど、夢旅人っていうアニソン聞いて、まあ、なんか聞き終わるけど何だったかなっていう人は、まあ多分、アラフォー以上。そうだと思うな。そう。まあ、40歳ぐらいの人だったら、まあ、この曲、あーっていう風に思うかもしれない。で、多分ね、30代だと、なんだこれみたいな風に、いい曲かもしれないけど、なんかよくわかんないな、みたいな感じだと思うんだけど、そう、さあ、やっていきましょうか。まあ、一発目だし、ちょっとね、日差しが歩きながらなんで、ちょっと光栄でいきたいと思います。夢狩人。まあ、ただね、初めて歌うので、そう、詩を見ながら初めて歌うので、まあどうなるかわかりませんが。じゃあ、夢狩人。ブー、ディーン、離せない。夢が誰にもある。ブー、ディーン、届かない。思いほど募るさ。立ち上がる勇気をくれるあなた。みんな夢旅人、少年たちは深い愛の記憶、生きる目印。って感じの歌なんだけど、これ、この音程で私は歌えないな。うん。ブー、あ、そう、無理やり高い声にする。高い頭の上のキーにしようか。ブー、ディー、離せない。夢が誰にもある。ブー、ディーン。そう。ちょっと、一番歌ったのに一番また歌ってもしょうがねえ。ブー、ディーン。どこまでも追い続けるものさ。ブー、ディーン、それぞれの形は違っても、昨日より明日が待っているから。太陽はできた。みんな、夢旅人、少年たちは、時の海に揺れて進んでゆくよ。うん。そう。このなんか、今日朝一発目で出せる、一番高い声を頑張って絞り出したら、まあ、ちょっと、この路線だなと思うけど、この声じゃま、出ないよね。そうね、この声じゃ、ま、無理だね。うん。
ブーブードリーム、あ、そう、こ、もうここで行こうかな。ブードリーム、離せない夢が誰にもある。ブルードリーム、届かない思いほど募るさ。立ち上がる勇気をくれるあなた。みんな夢旅人少年たちは、深い愛の記憶、生きる目印。おお、こんな感じだったらいけるか。そう、すっげえ綺麗。ちょっと写真タイム。うわ、ここまで来てよかった。残念。宇宙船は映るけど、太陽は丸くは映らないよね。そりゃそうだよね。このオンボロカメラだ。そう、あ、鳥さんも映ってる。いやー、いいわ。いいわ、ありがとう。お日様。で、みんなありがとう。よし、みんなのために歌うぞ。よし。そう、やっと元気になってきた。ですね。そう、こんなに、あ、これにしよう。まあ、いつも定番ですが、そう、こんだけいいシチュエーションで、まあね、お日様とお天道様にも、宇宙船のね、皆さんにもね、声を聞かせられるんだったら、この歌がいいかな。そう、テンション低い歌よりも、ちょっと愛の歌がいいかな。さあ、行くぞ。いつもの歌ね。ちゃん、ちゃん、ちゃん、ちゃん。ちょっと待って。収録続いてるよね。消えてないよね。あ、大丈夫。うん。そう。では、愛は時を超えて。あなたの鼓動が優しく私を包む。言葉はもう何もいらない。微笑み見つめ合うの。星の瞬きほど儚い。命を持った燃やしたいの。生まれてよかったと今初めて言えるから。あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。さまよった日々も未来に流す涙も肩を並べ見上げる空にあなたは消してくれる。背中をそっと押されながら光の中へ歩き出すわ。私の行く道が遠くまで
続いているあなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと、ああ誰かに愛した輝きが明日を変えてゆくの。逃げ場所ない何があっても一人きりじゃないから、あなたとは巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。なんか前半飛ばしすぎて、この声の高さだとどうかなと思って、後半、かなりグッて下げたら、今度下げすぎちゃった感じがするね。ちょっと後半から歌い直そうか。うん。さまよった日々も、違うな。さまよった日々も、未来に流す涙も、肩を並べ見上げる空に、あなたは消してくれる。背中をそっと押されながら光の中へ歩き出すわ。私の行く道が遠くまで続いている。あなたと巡り会えた喜びが私を忘れ、あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。逃げだ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと。なんか違うな。もっとグッと上げるか。うん。あ、そう。あ、あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと。ああ誰かを愛した輝きが明日を変えてゆくの。逃げ出さない何があっても一人きりじゃないから、あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。うん、うん、なんかそう、なんかやっとこの詩の意味をなんかしっかり心の中で受け止められる自分になってきた気がする。うん、
やっとね、そう、なんとなくね、なんだろう、そう、やっとこの曲の意味が、なんか、わー、なんか、やっとこの曲の意味が、なんか、しっかり心の中に残った気がした瞬間、なんか、心が震えてる。なんか、すごいな。うん。そっか、そうだったのか。私はこの意味をよく知らないまま歌ってたんだね。そう。もう一回歌おう。そう。ありがとう。あなたの鼓動が、あなたの鼓動が、優しく私を包む。言葉はもう何もいらない。微笑み見つめ合うの。星のまばたきほど儚い。命をもっと燃やしたいの。生まれてよかったと今初めて言えるから。あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。さまよった日々も未来に流す涙も肩を並べ見上げる空にあなたは消してくれる。背中をそっと押されながら光の中へ歩き出すわ。私の行く道が遠くまで続いている。あなたと会えなくなる日が来ても私は忘れないわ。眩しすぎるこの瞬間をあなたと見つけたこと。誰かを愛した輝きが明日を、いやーダメだ、心に刺さりすぎちゃって涙が止まんない。はあ、誰かを愛した輝きが明日を変えてゆくの。逃げ出さない、何があっても一人きりじゃないから。あなたと巡り会えた喜びが私を励ますのよ。時を超えていつも心はあなたと生きてゆく。うん、そっか。なんか今までただだらだらなんか詩を読んでただけだったんだな。
さあ、こんな時にマドンナたちのララバイを歌ったらまたもっと泣くかもしれないけど、歌ってみましょう。はあ、さあ眠りなさい、疲れ切った体を投げ出し、違うな。さあ眠りなさい、疲れ切った体を投げ出して、青いそのまぶたを、口ビルでそっと塞ぎましょう。あ、できるのなら生まれ変わり、あなたの母になって、私の命さえ差し出して、あなたを守りたいのです。この街は戦場だから、男はみんな傷を負った戦士、どうぞ心の痛みを拭って、小さな子供の昔に帰って、熱い胸に甘えて、なんかね、愛は時を超えてを歌いながら、ものすごくなんか、エストロゲンが出てる感じがするの。そう、なんか、エストロゲンシャワーをすっごい浴びてる気がする。うん。そう、私にだけ見せてくれた、あなたのその涙、あの日から決めたの、その夢を支えて生きてゆこうと、恋ならばいつかは消えるけれども、もっと深い愛があるの、ある日あなたが背中を向けても、いつも私はあなたを遠くで見つめている、マドンナ。今は、いやー、和子ママもやし泣いちゃった。和子ママも多分見てるんだろうな。今は心の
痛みを拭って小さな子供の昔に帰って熱い胸に抱かれて。いやもう今日はもう何歌ってもなんか声出ないね。もう潰れてるもん。そう。そう。ただ単に自分の命の選択をしてる感じだな。何歌ってもなんか号泣しそうなんだけど。なんだろうね。なんか声の出しやすい歌を選ぶ。出やすい歌ってってもどうかな。アニソンが歌いやすい。いやそんなアニソンは盛り上がるよね。でもなんかね、なんだろう。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに。本当に別れた恋を、そう、私が、そう、気づかずに私がなくしちゃった恋を今思い出して、そう、どうしてるかな。どうしてるかなーなんて思って、なんか急にしょぼんとしちゃった。もし、次に出会いがあったときは、そう、本当の出会いをもう一度見つけたときは、今度は大切にしようと、今、ちょっと心の中で誓いました。そう、なんかね、この2、3年にもう一回、なんか、と、これから先ずっとも大事な、出会いがある気がするのよ。そう。なんか、ぼやっとするんだけど、結構、がっしりした、ラガーマンみたいながっしりした体型の人で、身長は、私と同じぐらいか、ちょっと高いか低いかぐらいだな。そう。そう、なんか、こういう、ラガーマンっぽい、ガチムチ系の、が好きなゲイの人にモテそうな感じの人で、そう、ゲイ、もしかしたら本人はゲイかもしれないけど、いいや。そう、なんか、私のことを大事にしてくれて、私のその後引っ張り上げてくれるような男性が、との出会いが、この2、3年以内にある気がする。そう。太陽とね、お日様とね、そう、宇宙船からね、そういう波動が感じる。そう。ああ、なんか、その人に、ああ、なんか、その人、近づいてくるような感じがする。で、今はその人に、抱きしめられてる。落ち着けって。大丈夫だから落ち着けって言ってる。そう。落ち着く。ありがとう。どこで会えるかわかんないけど、待ってるね。待ってる。ありがとう。たまにすがってもいい？たまにすがらして。前向きな歌に切り替えよう。
これでなんか声が出なかったら今日はこれでやめよう。こう無理する必要はない、うん。もう十分心の命の選択はできたから、うん。新しい出会いも待ってることに気づいたし。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのか。その船は今、ああ、ちょっと待って、やり直そう。どうせだったら満足したいからね、うん。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。てその船は今どこでふらふらと浮かんでいるのか。その船は今どこでボロボロで進んでいるのか。流されない、流されまいと逆らいながら船は挑み、船は痛み、すべてのスイフが恐れをなして何へ去っても、その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。出てないね。うん。なんか満足に耐えてない。ちゃっちゃっちゃーちょ。満足に出てないから、ちょっとこれでやめたいと思います。そう。でも最近、お気に入りの、ムーンライト伝説。太陽がね、ちょうど、ありがとう。ありがとうね。みんな、ほんとありがとう。太陽が出てきて、眩しい。さ、眩しすぎから太陽を背に、林に向かって、ああ、後ろにこんなに観客がいたんだ。そう、いやー、太陽ばっか見たから後ろの観客に気づかなかった。さあ、今日も観客の皆さんに精一杯歌って終わりにしたいと思います。いくよ。ごめんね、素直じゃなくて夢の中なら言える、思考回路はショート寸前、今すぐ会いたいよ。泣きたくなるよなムーンライト、電話もできないミンナイト、だって順調どうしよう、ハートは万華鏡、好きな光に導かれ、何度も巡り合う、星座のまばたき数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス。後半は、ちょっとジャズバージョンで。もう一度二人でウィーケン、神様叶えてハッピーエン、現在過去未来もあなたに首いたけ、
出会った時の懐かしい眼差し忘れない、幾千万の星からあなたを見つけられる、偶然もチャンスに変える生き方が好きよ。不思議なクロス、クロスして、何度も巡り合う星座のまばたき数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたの、ミラクルロマンス、信じているの、ミラクルロマンス。なんか名残惜しくてもう一曲歌いたくなってきたな。悲しい歌は嫌だな。よし、これを歌ってみよう。いくつの越えてゆくのだろう、明日へと続くこの道は、行くあてもない迷い子の様さ、人混みに佇む君は今、恋することさえ恐れてた昨日に、失くした涙を探してる、夢を信じて生きてゆけばいいさと君は叫んでだろう、明日へ走れ、破れた翼を胸に抱きしめて。ちょっとね、これはね、なんか、飲み込めてない。そう、なので、ちょっと、私がね、昔から好きな曲を歌っていきたい、帰りたいな。歌ってみて合うかどうかもあるしね。やっぱガッて自分の感情にクッて火をつけてポロポロっと泣けたくなっちゃうような歌の方がやっぱ歌ってて気持ちいいよね。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた、コーヒーを一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した、揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね。道端で眠ったこともあったね、どこにも行けないみんなで、お金はなくてもなんとか
生きてた貧しさが明日を運んだ。小さな下宿屋に幾人も押しかけ、朝まで騒いで眠った。嵐のように毎日が燃えていた。息が切れるまで走った。そうだね。一枚残った写真をご覧よ。ひげ面の男は君だね。どこにいるか、どこにいるのか、今ではわからない。友達も幾人かいるけど、あの日のすべてが虚しいものだと、それは誰にも言えない。今でも同じように見果てぬ夢を描いて走り続けているよね。どこかで俺は何回か繰り返して歌いこなしたい曲だな、さあ、まあまだ5時なんだけどね、5時17分なんだけど帰ろっか。ちょっとね、靴ずれっぽくて足が痛い。そう、ちょっと土手の上上がってお茶飲みながら一服して、一服、いや、タバコ吸わないな。タバコやめたんだ。そう、タバコ大好きだったけどね、タバコやめました。お酒ももう本当にほとんど飲まない。そんなわけで、今日はここまでということで終わりにしたいと思います。今日もね、最後は、最後までだらだらお付き合いいただきありがとうございます。まあ、途中にね、涙流したり、素敵な出会いがあったり、まあ、いろんなことがあった、今日の、Mキャストですが、そう、さて、気分転換もできたし、今日も一日太陽にね、お日様に感謝して素晴らしい一日になりますように。よーし、エネルギーチャージ終了、完璧。さあ、行くぞ。そう、まあ、公共施設、まあ、警察もそうなんだけど、まあすげえ苦手なんだけど、今日はやりきれる気がする。さあ、頑張るぞー！みんなありがとう！よし！